どうしたら早く英語を覚えれますか。いや、その俺があんまり英語を覚えきれてないけん、俺レベルの話しかできんけん、すごい低いとこになるけど、それでもいいんやったらあれなんやけど、俺はそのシンプルに喋ることを怖がらないようにした。そのやっぱ結局さ、日本人って結構教育ちゃんとしとうけん、英単語めちゃくちゃ知っとうわけよ。他の国の同じ学年の子とかと比べてね、日本の教育ってかなりしっかりしとうけん、英語実は日本人結構知っとうっちゃけど、性格が結構シャイやけん、でも俺が喋れるのって中学生の英語までだしなとか、わかる、高校の英語わかんないしってなったら、喋りきらんやつが多いっちゃん。でもマジで普通にね、 I have a pen とかでも無限に喋り続けとったらね、英語慣れるけん、本当に簡単と思う。恥ずかしがらずに喋ることしかないよ。下手くそで言ってよ。だってそれでお前英語下手だなって笑ってくるやつは日本でしか生活できん、かわいそうなやつなんやけん。人の英語をバカにしとうやつが英語上手かったことがない。英語が喋れるやつとか英語が上手な人って、人が英語を勉強しとうとき絶対にバカにせんし、絶対にマイナスなこと言ってこんと思っとって、だからそれでマイナスのこと投げてくるやつって喋れんやつしかおらんけん。あんま気にせんでいいと思う。だからシンプルに勇気を持って喋ってみることやね。俺はもうめっちゃそうしとうし、俺らみんなそうと思う。俺らがなんかなんとなく海外で生活できて、なんとなく英語をふわっとでも喋れる理由って、通訳とか誰も連れて行かずに海外で1ヶ月とか2ヶ月生活するけんと思っちゃうねん。そうやって耳が慣れていくっちゃう、最初に。なんか英語喋れるようになる前に。相手が何て言おうかちょっと理解できるようになってくる順番。と思っとって、耳慣れたらなんかなんて言っとうか分かるけんさ、それが一番大事な気がせん。こっちが英語を話すことよりも向こうがなんて言っとうことを理解するかの方が海外では大事やけんさ。あとはボディーランゲージであじゃないこうじゃないできるけん、まあ勇気やねそう、意外と みんなが持っとうものよ、その英語に一番必要なものって勇気、ただそれだけ。Yeah, don't show them, yeah, you got to show them.